こんにちは、のぶさん。動画の方ありがとうございます。今回の動画ね、あの、FX の相場解説の動画だと思いますけども、えー、このサムネイルですよね。サムネイルに日付が入っていて、本日の戦略ってあるのは、あ文字的に非常にもったいないかなと思うので、あのもしね、サムネイルの方をご検討されるようでしたら、あの、やっぱりね、人目を引くっていうかね、クリックしたくなるような、そういうふなタイトルがいいかなと思います。例えば、本日の戦略って書くのに、似た表現でね、 30ピップスの取り方とかねダブルトップを攻略とかね、うん、何を学べるのかっていうことが明確になるとどんなメリットがあるのかってことがね明確になると見たくなるのかなと思うんですよこの動画を見たらこれが分かるようになるかもしれない、うん、この動画を見たら自分の疑問だったらこれがもしかしたら出てるかもしれないっていうふうに思わせるからクリックなんですけども本日の戦略であるとねあ本日の戦略なんですねって感じですよね つまりは食堂って書いてあってメニューが分からないメニューを渡されているものもんなんですよ。まあ、もっと言ったら食堂って書いてあって建物があるんですよね。確かに飲食店だと思うけどもここは中華が出るのかなハンバーグなのかな丼ぶり物なのか刺身なのかな焼肉なのかなんだろうって感じなんですよね。でも飲食店の看板に焼肉カルビ タイリークって書いてあったらカルビが食いてんだみたいな人がね来ると思うんで目的が達成されるのかなと思うんですよ要するに店が選びやすくなるんですよねたくさんサムネイルが出てくる中で例えば FX のサムネイルがいっぱい出てくる中であのー、なんか一時間軸攻略とかねうんこの瞬間に出てきたヒゲの意味とかって書いてあるとまさにそこに疑問を持った人が見てくれると思うんですけども本日の戦略であるとおもしかしたら他の具体的な サムネイルやタイトルを書いてる方に引っ張られるかもしれないですね。もちろんね、これね、ノブさんがずーっと相場解説していて、ファンがついてきた時だったら、もうタイトルとか何もいらないんですよ、うん。もう見るのが当たり前ですよみたいな人がたくさんくっついてくるような状態だったらいらないんですけどね。まあそんな感じで私もね、サムネイルとかタイトルをね、いつもね、頭を痛めてるんですけども、まあ同じね、の FX の相場解説を、こう、なりわいとする身ですから。 うん、切磋琢磨していければなと思いますいろいろ気づいたことをね、あのこうやってお互いに交換し合って、えーまあ、2人でいい相場回数、もっともっとね、見てる人が勝てる、もう勝ちまくれる、もう勝っちゃうみたいなやつをね、一緒に作っていきましょう。それではありがとうございました。ズームの URL、用意しておきますので、えー、そちらの方もご覧ください。